はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、沖縄ということで、この外観見てわかる方も結構いらっしゃると思います。僕もね、何回も撮影はしているんですが、琉球大学目の前にございます夢を語れ沖縄さんに来ております。でのもこちらのお店、オープン当初のねオーナーさんであったダンさんって方、まあ僕もね仲良くさせてもらっているんですが、そちらの方が東京でお店を開くということで、こちらのね夢を語れ沖縄さんのオーナーさんもちょっと変わってはいるんですよ。で先日ね、今新オーナーでありますトラちゃん、先日飲んできたんですが、めちゃめちゃいい子でして、お客さんにもねお話を聞いたところ、ラーメンもかなり好評だってことなんで、今回は新オーナーでありますトラちゃんの新しい夢を語れ沖縄のラーメン、こちらを食べていこうと思います。オープン前からお邪魔させていただいておりまして、スープの仕込みなんかもちょっと見ていると、かなりうまそうなラーメンに仕上がったんで、めちゃめちゃ楽しみなんですけれども、僕も今日何も食べておりません。空腹の状態ですので、ラーメンと汁なしを各 500g ずつ食べていこうと思います。それではそろそろですね、オープン時間となっておりますので、店内の方に入ってラーメン食べていきたいと思います。ということで、もうね店内に入っておりまして、注文も完了しております。一杯目のラーメンがもうできるみたいなんで、ちょっと待ちましょう。ありがとうございます。よし、いいよ、うまっそということでですね、ただいま一杯目のラーメン到着いたしました。よいしょ、こんな感じでございますね。めっちゃうまそうだじゃあちょっと早速いただきます。そうです、いただきます。まあじゃあちょっとスープからいただきます。うん、あーうまい、うまいトラちゃんうまいっすスープ自体は乳化してるんですよ。でもこの醤油感がすごく強くて、もう見てもらうと分かるんだけど、色味がもう非乳化のような黒さがあって、これがねうまいんですよ。うん、うまっ、ね、醤油感だけじゃなくて豚の甘みとかもしっかり染みてて、めっちゃうまいっす。野菜いこう、うん、ああそしたらこちらの豚いっちゃいましょうか。豚はこんな感じでございます。うん、うまっ、やっぱ豚うめえな。赤身の部分が多くてむっちりとしてるんだけど、油もね抜けきってないし、ちゃんとね柔らかいんですよ。うまっ、うん、うんめ。そしたらこの麺いっちゃいましょう。うまそう、夢方さんの麺はね、結構あの普通の二郎麺よりもちょっと細めではあるんですけど、もちもち系の食感と、あとね、乾水の香り、これがものすごい合うんですよ。うまずうまいな。大使感強いんだけど、油もしっかりスープ下に入ってるし、甘みもあるんでね、全然ねしょっぱくないんですよ。めっちゃうめえ、今回ね茹で前500とだいぶ麺増ししてますけど、一瞬だわこれ、ペロッといっちゃう。今回ね、メンマさせていただいて 500g 茹で前で入っておりますが、通常のラーメンに関しては150、200、300と、まあね、3種類選べますんで、お好みのね量を合わせて食べてみていただきたいと思います。お、ありがとうございます。いただきます、いただきます、ね、もう少しで、ね、ラーメン終わるところですけれども、2杯目いただくこちらの汁なしも到着いたしました。汁なしもね飲めちゃうといけないですから、ちょっと早めにこのラーメンも食べちゃいましょう。
ということで、ひとまずね、こちらのラーメン完食させていただきました。こちらです。そしたら続きまして、こちら2杯目いただきますのが汁なしでございます。見た目はこんな感じでございます。めちゃめちゃうまそうでしょう。よいしょ。こちらもいただきます。じゃあね、汁なしなんで一気に具材と麺混ぜちゃいましょう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。この返しに染まった麺たまんないですね。見た目がやばいわ。したらこちらもいただきます。あー、うめえわ。で、ね、見た目はもう黒胡椒かかりすぎなんじゃないかと思う方も結構、ね、いらっしゃると思うんですけど、そんなことなくて、むしろちょうどいいんですよ。力強い返しで、油の味わいにこんだけねかかってないとビッと効かないんですよ。マジでね、ぴったりの味付け。うん、うめ。汁なしになるとラーメンよりもよりこの麺のコシっていう部分を感じるんで、同じ麺なんですけどこの味が変わるんですよね。そこがね、やっぱりメニューが違くても楽しめるとこなんで、僕が家近かったら絶対通うね。てか沖縄来るたびに撮影してるもんね。ごめんなさい、生卵追加でもらっていいですか。すいません、ありがとうございます。ということでですね、ただいま、じゃあトッピングで生卵をいただきました。こちらの生卵のトッピング以外にも、もちろん豚増しだったりとか、から増しにチーズ、これもございますので、ぜひね、汁なし系、ラーメン系食べるときはお好みに合わせて、ね、トッピングしてカスタマイズするのもめちゃめちゃうまいんですが、やっぱりね、僕といえば、生卵つけなんで。今回もね、いつも通りこちらつけさせていただきます。皆さん見えますか、これですよ。やばいでしょ。朝一に来てるんで、スープね、がっつりと一番濃いめに仕上がってると思うんですけど、スープを足したタイミングだったりとか、少しね薄まってきた時、そんな時でも醤油がかなり生きて、これはこれでね、また美味しい味わいになると思うんですよね。時間によってね、二郎系なんかは特に、スープの味っていうのが若干変わる部分がありますんで、頼ってもらってね、お好みの時間帯、こういったのも見つけてもらうと楽しめるかと思います。うん、まい。もう生卵最後ですけど、これもかき込んじゃいましょう。ということで、こちらがね、最後の一口でございます。ということで、ごちそうさまでした。ということで、ただいまですね、夢を語る沖縄さんで、ラーメンと汁なし、合計茹で前で1キロいただいてきましたが、やっぱりね、めちゃめちゃうまかったです。店さんは変わってはおりますが、美味しさ、味はね、もう引き継がれております。むしろ今のね、新店主さん、トラちゃんの味が出ておりまして、今までもね、好きな方でももちろん満足できるような一杯となっております。こちらの夢を語る沖縄さんは、国際通り沿いから、車でも20分ほどで来れますので、ぜひね、気になる方はこちらの夢を語る沖縄さんで美味しいラーメン、もしくは汁なしでございますね、食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価
またサブチャンネルの方なんかも最近動画活動しておりますので、概要欄からそちらの方もチェックしてみてください。それではまたね。